皆さんこんこにちは非常識な稽古されたと高橋子です本日のテーマは集客の勉強のベストタイミングはお医者様にかかるタイミングから学べということについてお伝えしていきたいと思います。 えーと最近ですね、LINE、まあの,の、えー、無料面談っていうのを、ね、使ってあのご連絡をいただく方の、まあ、無料ご相談とかを受けたまわってるんですけど、今回の場合はちょっとケースが珍しくてですね、私の1冊目の本の,あの、まあ、特典みたいな形で、えー、ウェブページ診断っていうのが実はついていてですね、えー、っとしっかり稼げる教室集客制約バイバルみたいな形のがあるんですけどね。 そちらの方にまに、あ、そのページ、特、ま、典、あ、は、えー、と突然消えることもありますみたいな形で書いてあるんで、私が閉じたいと思ったらフォームがもう閉じられてしまうんですけど、今のところは、まあ、開けっぱなしにしてあるんですよ。 で、この間、あの、久しぶりにそちらの方からですね、ご連絡をいただいた方がいらっしゃって、そちらの方とね、お話をしていて、あの、すごくね、頑張ろうとしている方っていうのはとてもよくわかるんですけれども、まあ、私も通常は音声で5分ぐらいでポイントだけ、あの、ウェブ診断をして返すっていうのがその特典の内容なんですけど、ちょっとですね、あまりにも、こう、改善しなくちゃいけない、改善しなくちゃいけない箇所が多くてですね、まあ、あの、 まあちょっとじゃあ伝えようかなと思って Zoom でねお話しすることになって結局いっぱい伝えてたら1時間ぐらいになっちゃったんですけど <laughs> その時にあの感じたことと分かったこととあとこれから皆さんにも知っててほしいこととかがあったのでそれを今日はお伝えしようと思ってこちらの動画を撮っておりますタイトルが、えー「集客勉強のベストタイミングはお医者様にかかるタイミングから学べ」というお話ですね はいじゃあね、ねこちらの方本題に入っていきたいと思います、えっと、まずあの、今回の方がですね、ま、あのどういう経緯で、えー、私のところに来たかっていうのはあの本を読んだ方だったっていうことなんですけれども、えー、状況としてはですねあの非常によろ,よろしくない状態になったもうギリギリの状態になってからの、えー、お問い合わせだったんですよ。 も,もちろんそのお名前とかそういうことは言いませんよ言わないけれどもこれ、状況的に、えー、と例えばこの動画を聞いている方もですねもしかしたらそういう状況に近い方とかいらっしゃるかもしれないから、まあ、その方は、ね、我が身に置き換えてあの聞いていただきたいんですけどまあ、うやすると、まあ、ホームページ診断ということだったのでホームページ拝見させていただきました。 あと SNS もやってるのがあればくださいということで拝見しました。で、あの課題点がすごく多いって言ったのが、まあ、いっぱいありすぎて <laughs> あれだったんですけれども、えー、端的に言うと自己流で作りました。自己流とはいえ、まあ、頑張ってワードプレスで申し込みページ作ったんだから素晴らしいと思うんですけれどもね。で、その月に問い合わせが ゼロから三件以内っていうね、ことだったので、まあ、問い合わせを増やしたいっていうことが、まあ、ベースで、じゃあ何がホームページ改善しなきゃいけないかっていうところで言うと、まあ、大きく分けて何個かあるうちの一番、うん、まあ、改善しなくちゃいけないところが、いやコンセプトがないっていうことなんですよ。で、それはどういうことかっていうと、 うんと見,見までで作ってるわけですよねそうすると、見よう見までで見ているのが、例えば大手のどこかでやっているようなホームページを見よう見までで作ったから、個性のない没個性のページが出来上がっちゃってるんですよ。で、見てくれなんとなくデザイン綺麗風なんですよ。それっぽく出来上がってるんですよ。だけど、読む側からすると全く響かないという、 あの普通のホームページになってしまっていてその方のページですって言われなくって誰かの違うページに差し替えても多分大丈夫なページになっちゃってるというのが一番問題で何かにやっぱり今そのその業界領域が非常に激戦区の内容を扱っていてしかもパーソナルでまあコーチングみたいな形でやる内容だったんでかなりその方の個性とか特徴とか 誰に何をがもう絶対的にかけちゃいけない、えー、激戦区なんですよ、これ、激戦区じゃなかったら結構デパート型にお店広げちゃって誰かがこう来てくれればいいっていうやり方で全然大丈夫なんですけど、もういっぱいやってる人がいるやつなんですよ、そうするとかなり特化した内容にしていかないと際立たないから、まずコンセプトが表現されてないっていうのがまずいっていうのとあと、メニューが多すぎたんですよね。 あの、私が見ても、これとこれとこれっていうの、違いを考えるのが結構面倒で、違いを考えるのが面倒になってしまうと、申し込みしないんですよ。うん。だから、あの、そういう観点。でも、ちょっと整理した方がいいって、一番売りをもうトップに持ってきて、 で自分は、まあ、これこれの専門家ですっていうのをしっかり歌うことっていう、まあ、そういうアドバイスもねさせていただいて1時間も話しているわけなので、まあ、他にもいっぱいあったんですけどこういうところがとかこういうところがっていうことでねであのご本人にはもちろん感謝されたんですけれども、まあ、もしかしてそのまんま実は私の、ね、コンサルを受けたいような気持ちも多分あったんだと思うんですけれども えー、受けられない事情があるんです。はい。受けられない事情ね。何でしょうって言って、お金なんですよ。お金。はい。あの、私別に、あの、めちゃめちゃ主戦度、もう、ね、暴利をむさぼるとか、あの、そういうことをするわけではありません。あ当然、労働の対価、当然、アイデア出しの対価としていただいているコンサルティング料っていうのがありますから、そちらはいただいて、 コンサルをしているわけです。で、無料面談はまあそれで気に入ってうんお願いしたいということになったらねあの一緒にぜひやってほしいっていうことでの、えー、契約のためにこここういう形でできそうですよっていうことを当然お話をするわけですよね。でその人の場合には申し込みができない事情がまあお金がないっていうことだったんですけれども。 どれぐらいお金がないかっていうと私の本を買うことができないぐらいお金がない状態だったんです、えー、と図書館で借りて読んで、まあ、それでご連絡をしてきているということなんですねえっ、ー、と1000いくらの本ですそれを買うお金がない状態になっちゃってるっていうのはかなり後継状態としてよろしくないですよねしかも、えー、とその方の場合にはちょっと特殊で固定費がかかるビジネスなんですよ 月万万かかから20万の固定費がかかっているビジネスなんですそれにおいて本を買うお金がないっていうのがどういう状態なのかっていうのはまあ想像できると思うんですけれどもね当然貯蓄的なものを切り崩していきながら生きていくことになるんだろうと思いきやだ大丈夫なんですかっていう話を当然しますよね本を買うお金がないって相当まずいですよね。うん でで大丈夫なんですかって言ったら今までは、えー、とコロナの給付金がありましたとでいよいよ切れたので、えー、もう本当にやらなくちゃいけないとこまで来ちゃったのでもう今必死にやってる最中っていうことなんですけどねまあ、だからわらにもすがるお前でまあ、とにかく図書館でね集客に関する本も読みあさってその中の1個で私のが多分ご本人の感性に一番近かったと思う ですよね、まあ、だから連絡してきてるわけでしかも無料だから連絡をしてきたんだと思うんですが、えー、っと問題はタイミングなんですよでこれがですねあの皆さんに、まあ、しょっちゅうお話をしてるんですけれども,もうどうしようもないどうしようもないギリギリになってからうん例えばコンサルっていうか相談とかすると結局いいですよつけ焼き場的に。 その時に、まあ、もらえるアドバイスを必死にやっていくってやり方でも全然構わないんですけれども、うーん、そうなっちゃってからだと、もうお金がないから、続きの話とか聞けなくなっちゃったりするじゃないですか。本当は改善すれば、例えば数十万とかね、稼いでいける知恵とかがもらえるはずなのにですよ。 もうだから手詰まりになっちゃうんです。全部がなくなってから依頼をしたりとかしようとすると、そもそも頼みたいのにお金がないから、それ以上の話が聞けなくなっちゃう。ということは、本当は、本当は給付金をもらっているような時に相談をもらい、そしてやりながら早く稼げる体質にしていれば、そこまで逼迫しなかったはずなんですよ。これはもう後の祭りといえば後の祭りだし、まあこれから正念場、 で、もうギリギリ起死回生かどうかっていうギリギリに追い込まれた状態で頑張るしかなくなっちゃうから非常に打てる手が少ないんですよ。余力がある時に相談してくれてれば違う手とかもっと改善案とかいろいろ入れたかもしれないしあとその方のモデルだったら本当は広告打つ方が早いんですよで。広告費もないじゃないですか。だってコンサル料と広告費と両方同時に払っていかないといけないから。 逼迫している人ほど早く売り上げ上げなきゃいけないので認知度ってそんなに簡単に上がらないんですよ。そうすると広告使わなきゃいけない時もあるんですよ。早くね、成果出したかったら。でゆるりとじっくり無料でやるっていうのに向いてるのが SNS 集客なんですよ。だから余力があって、時間があってあの、来月死んじゃうっていうことがなければですよ。あのいいんですよ、ゆっくりで。 だけど、逼迫してて、特に固定費がそれだけ重たい状態でかかってくるっていう状態をしようとするんだったらですよ、やっぱりもっと早くにやっぱり相談するべきだったと思うんですよね。で、これがお医者さんにかかるタイミング、ベストタイミングと、まあ、 すするんですけどお医者さんも重大事になってから行くタイプの方と予防治療みたいな形でなんかちょっと状態がおかしいなっていう時に見ておくのでは治療の救える治療の領域が違ってきちゃうじゃないですかまああの重たい病気とかも早期発見ならどうにかなるかもしれないけどもうかなり体の中にね それが広がっちゃった状態で見つかるっていうと、まあ、費用もかかるし治るか治らないか命のギリギリをかけた状態で治していかなくちゃいけなくなるからあの何でもかんでもお医者さんにかかればいいっていうものじゃないんだけれども早く見つかる方が打てる手の幅が多いんですよね病気に関してもだからお医者さんにかかるタイミングってすごく必要で。 で私今、あの、もちろん自分がお一人様でやっているし、えー、体っていうのが資本だっていうのがわかるし、まあ、頭のね、働きとかをやる、動いていく行動を支えるのって体の健康じゃないですか。だから、3年ぐらい前かな、もう人間ドックで、毎年結構なフル検査やるんで、8万とか。 9万弱かかるんですけどそれも経費というか必要経費の一個としてやって半日潰して3時間とかね潰していってるんですけれどもまあやっぱり年々ね体は年齢とともに老化していくのでまあもちろんあの生活とかも気をつけてるんですけれども遺伝的な部分で血圧が高かったりとかっていうのもねあったりとかする。 ところがあるので、私結構生活はいい感じにしてるつもりなんですよ。それでもね、なんかそういう、あのー、コレステロール値が下がりにくいとかですね。食生活もこんなに改善してるのに、みたいな。言って、あの場合には遺伝的な部分も入ってきたりする、みたいなことを言われて。とかね。まあ、でもそれでも見てるから気をつけたりはするんですけれどもね。はい。人間ドック、やったりとかして。 だからあの、ね、何か異常があればセカンドオミニオンって言ってやっぱ紹介状を出してもらえるのでそこにやっぱ専門家員とこ行ってまた話聞く経過を見るっていう、まあ、それを今、繰り返しているわけなんですけどそれはあの状態を分かる定期検診してるからです。なのであの本当に悪くなってからいきなり行くともう費用も時間も全部かかっちゃうんですよね。これあの経営もそうです 本当に悪くって言った時にはすがりたくてもお金がない状態になってからだとすがれないんじゃないですかあとそこでどこまで本気に考えるかですよねあの借金がどれぐらいできる体力なのかよく分かりませんけれども自分の人生を本当にかけるっていうことだったら借金してそこにあの信じる人だったらですよ私をあの絶対に信じなさいって言ってるわけではなくて。 信じる人に自分の人生もかけるんだと決めたら借金してでもお金を払って早く売り上げが立つ自分になったらいいんですよだけどそれもしないでお金がないっていうことで自力で頑張るところ頑張るっていう決意をするからますますうまくいきにくいんですよなのでお金がそもそもお金がなくなる前に誰かの有識者の知恵を借りて 経営改善するべきだったっていうのは過去の反省です。未来の反省もそういう鉄を踏んでしまっているのにまた自分で頑張ろうとするわけですよね。これって未来に対しての速度を上げるってことを考えたら未然に起きって借金背負ってでも早く直すプロの有識者の意見を聞いて動いちゃう方がどう考えても早いんですよ。だからそこの経営判断をやっぱそこでも見誤ってる。 よねっていうところはありますでも、お金がないっていう領域をどういうふうに考えるかっていうのも本人,本人が自分の人生をどこにかけてるかっていうことですよね。借金をしてでも買えるんだっって言ったら超真剣に頑張るじゃないですかだからそこの覚悟をはか、えー、りにかける必要がある状態まで来ているのをどう考えるのかっていう結構、ここポイント大きいんですよね。 だから、よくね、私あの、お金は目的ではないっていうことをよく言うんですけれども、お金はツールで、人生の選択肢を広げるためのツールなんですよ。だから、お金がないと、そうやって人生の選択肢がもうすでになくなっちゃってるんですよね、うん、ツールとして持ってないと。だから、あのやっぱりその給付金の時にね、打つべき手だったと思いますね、お金が入ってきてる時に。 うん、それでなんか営業費とかを、ね、上手に回してたんだったら、あのー、そ,そこで貯金を切り崩すのか借金を何かしてでも、ね、学んじゃってっていうのが同時並行でやればどうにかなった部分は多いと思うんですけど無給付金切れます固定費出ていきますお金が全くない知恵ももらうことができないさてどうしますか自力で頑張るって言ってましたけれども自力っていうのは自分の生活をしてきた。 領域自分の経験してきたことでしか頭のアイディア働かないんですよ。他からの情報が欲しかったら正しい情報を持っている人にきちんとやっぱり聞かないとダメって大概正しい情報って有料であることが多いんですよ。あのもちろん有料級といわれるねような話を私していますよ。してますよ上手にその人が 汎用的な私内容、いろんな人を救いたいから、汎用的な内容をこうやって YouTube でいっぱい言ってます。言ってるけれども、上手に自分に置き換えて変換して、かつそれを実践として成果を出させるところまで行く人ってコンサルタントいらないんですよ。そういう方はね。自分で変換できちゃう人は。大概の人できないんですよ。カスタマイズした内容でアドバイスもらわない限り。だから、 私一人一人にカスタマイズした内容を伝えるために個別コンサルティングってやっぱりやってるわけですよねそのタイミングなんですよ問題はお医者さんが一番分かりやすいなと思ってもうほぼ手遅れになっていくと費用もかかるし時間もかかるし治るか治らないか一か八かになっちゃうんですだからどのタイミングでお医者さんまあコンサルタントとかまあ何でもいいんですけどプロの人に しっかりした方針を立ててもらって直していくかっていうのは結構大事なポイントだと思いますでここでお金をけチるイコール自分の未来を自分で閉ざしているのとほぼ等しいので正念場になっちゃった時ほどお金使わないといけないんですよこれ怖いでしょだからもっと手前でやってこなくちゃいけなかったんですよでもその機会過ごしちゃった人は人生かけてお金を使うしかないんですよ、はい それもできないとなると、もう這い上がるための、えっ、ー、と、無料のものをがむしゃらに、もう数で勝負するしかないで。ただ数で勝負って言っても、効果的な数で勝負しない限り、うまくいかないんですけれどもね。という感じになっています。はい。なので、それは、あの、セッションでね、感じたことだったので、あの、 ど,どこでお金を節約してどこでちゃんと使うべきかっていうのは特に追い込まれた時ほどしっかりお金使わないといけないんですよ正しいところに投資するっていうことですねやみくもに投資してもまたさらにお金がなくなるだけなのでここが判断が難しくなっちゃうのか追い込まれた時に選ばなきゃいけなくなっちゃうと難しくなっちゃうから。 まだお金が回ってるうちにちゃんと準備をしていくっていう、そのタイミングを見あ、ま、やらないっていうことですね。この,この単語難しいんだよね。<laughs> 見合らないって、うん。っていうね。それが必要になるなっていうのは特にあの今回のセッションをしてて感じたことです。ですから、まだ手遅れになる前の方は、ちゃんと道がわかる人に相談した方がいいですよ。お金がかかったとしても。 それを回収すればいいだけの話なので。はい。ここを変なところに投資しがちなのが教師の先生多いなというのは最近特によく感じているところではあります。安物買いの税入しないっていう感覚に近いかもしれないです。もしかしたら。安いのちょろ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 ね。次から次へと教材とか買って。 なんか勉強した気になって精神安定剤的に使って結局何もやってないし行動もしないし変わんないよねっていうタイプの人が多いので、はい、ちょっとそういうね警鐘を鳴らすためにも今日のお話をしてみましたはいではね、あのー、まとめていきたいと思います集客の勉強のベストタイミングはお医者様にかかるタイミングから学べということで結論から言うと手遅れになる前に ちゃんと手を打って、その時に払うお金が必要だったら何とか絞り出してでも正しい知恵を手に入れた方がいいというお話でございます。参考にしてください。それでは。